ミショブレチュコは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、トルボブリエ出身の同国代表サッカー選手。ポジションは DFMF。トルボブリエに生まれ、NK ルダルトルボブリエのユースチームに所属した。高校在学中、スロベニアサンブリーグに属していた NK インテルブロックリブリアナの試合に数、試合出場し、その翌シーズンは、 ブルガリーガの NK シュマルトのオップパキで21試合に出場した。2004年7月1日、ドイツのハンブルガー SV に移籍し、2004から05シーズンは7試合に出場した。2005から06シーズンはハンザロストックにレンタル移籍し、2006から07シーズンは FC、エルツゲビルゲア上にレンタル移籍した。2、ブンデスリーガに属していた。 この2クラブで経験を積み、2007から08シーズンは、ハンブルガーで14試合に出場した。2008年夏、フリートランスファーの3年契約で1、FC ケルンに移籍した。U-17、U-19、U-21 スロベニア代表に選出され、U-21 スロベニア代表では15試合に出場した。2004年11月17日に、 トルナバで行われたスロバキア戦でスロベニア A 代表デビューした。2010年6月1日、2010FIFA ワールドカップ本大会に出場するメンバーに選ばれた。本大会ではグループリーグ全3試合に右サイドバックとして先発出場し、2戦目のアメリカ戦では FW ズラタン・リュビアン・キッチの得点の起点となった。ありがとうございます。